はい、皆さんこんにちは。新潟県の柏崎市で牧師をしている中村です。私の実家は三重県なんですけれども、まさしく偶像崇拝の巣みたいな家だったんですね。仏壇があり、神棚があり、そして白竜がありました。父親がですね、私たちがまだ生まれる前にヤギを飼っていた小屋に蛇が入ってきてですね、それをナタでこうぶった切って捨てたんですね。その直後バイクでトラックとぶつかってですね、膝の骨が砕けて半年以上入院するみたいな形で、自営業だったので、財政的な問題もあって一家心中も考えたようです。で、これは、蛇を殺してしまった罰が当たったんだと思って白竜を祀るようになったんですね。そして母親の方はですね、お腹に大きな子宮筋腫を抱えていて、毎月大量出血、貧血で、いつもまあ死の恐怖っていうのがあったんでしょうね。何かにすがりつきたい、何でもかんでもって形です。で、浄土真宗がですね、門徒だったんですけれども、日蓮宗のお寺さんとか禅宗のお寺さんとか、あと小安観音とかね、行ってましたし、自分の作ってる畑に阿弥陀如来の像、観音像ですね、観音像を建立したりしていました。で、周りの人から見ればですね、なんか人並み外れて信仰深い家と思ったと思うんですけれども、家の中はですね、父がワンマンで喧嘩の絶えない家で、一つ上の姉はですね、父親に似たところがあったので、毎日のように喧嘩です。で、私はそれを見ていて、争い事が嫌で、もう一日も早く家出たいな。で、自分は姉のように喧嘩したくないと思ったので、いい子に見られたいと思ったんですね。なので母親に寄り添ってですね、毎日お経をあげる、朝晩お経をあげる、まあ門徒の人があげる正真偈だけではなくて、阿弥陀経、観音経、般若心経、もう頭の中に入るぐらい毎日念仏を唱えていたんですね。で、ある時中学通っていてですね、途中にすごい急な坂があるんですけど、自転車でこう飛ばしてきたらですね、車が急に曲がってですね、危ないと思ってハンドルを切ったんですけど、その前が、見た前がもう断崖絶壁で、もう死ぬと思ったんですね。ところがハンドルが勝手にぐにゃぐにゃっと動いてですね、止まったんですね。で、周りで見ていた人たちも、何が起こったんだろうみたいな。で、私はその時、自分の力ではなくて、何かものすごく大きな力が私の命を救ってくれたって思ったんですけれども、それがいつも拝んでいるものではないっていう思いがはっきりきたんですね。そして中学を卒業すると、高専に入ったんですけれども、その当時高専は全寮制です。なので念願かなって家を出ることになりました。そしてある時、寮に帰る途中四日市に寄ったんですけれども、その駅前である女の人がですね、こう微笑みながら寄ってきてですね、イエス様を信じませんかって言われたわけです。で、私はもうバリバリの仏教徒だと思っているので、私は仏教徒だから結構ですって強い口調で言ったんですね。でもその女の人はですね、何かニコニコと笑ってですね、お待ちしてますって言うんですね。で、私はありえないわと言いながら、なぜかですね、その女の人がその微笑んで、どうしてそんなに自信持って言えるのって思ったのを覚えています。そして高専を卒業して新潟県の長岡市に来るわけですけれども、そこで家内と知り合って結婚して、そして家内の家に入ることになったんですね。で、最初は平穏な日々だったんです。ところが長男が1歳になる頃に、家内の父親がですね、倒れて亡くなったんですね、突然。で、そこからお母さんが豹変してですね、ちょっとしたことですごい怒ってですね、気にならなかったら出ていけっていう形で、家内ともですね、お互いに首の絞め合いみたいなですね、殺してやる死んでやるみたいな、すごい喧嘩争い
で私ももう役立たずの向こうみたいな罵られてですね、で実家の姉に電話したらですね、あんた好きで行ったんでしょうって言われたんですね。で私は、ああもうどこに行っても争いから逃げられない、でも帰る場所はないと思ったんですね。たらもう家内とね一緒に仲良く過ごしていくしかないんだなって思いました。で家内もその母親とのことで悩んでいたので、ある時知り合いの人がですね、どっかいいところを連れてくれるっていうらしいので、行ってもいいかって言うと、いいよって言ったんです。で翌週になったら私にも行かないかっていうので、でそれキリスト教の教会って聞いたら、そうだって言うんです。当時まだ私は当然仏壇に毎朝お経をあげる日々でしたけれども、もう共に歩んでいくのは家内しかいないので、夫婦が別の宗教はありえないなと思ったんですね。だから行ってもいいと思ったんです。信じるかどうかわからないんですけど教会に行ったんです。で家から1時間車で1時間半かかるところにある六日町の教会、そしてそこの牧師に会ったですね。そしたらその牧師がですね、イエス様を信じますかって言われたんですね。そしたら自分の口から信じ、ま、はい信じますって言っちゃってるんですね。不思議な形です。そして聖霊のバプテスマを受けたらですね、口からバラバラって威厳が出て、目からもすごい涙、滝のような涙、あれこそ号泣っていうんでしょうね、神様に触れられたんですね。そしたらその牧師さんというのは女性の牧師なんですけれども、四日市出身の牧師だったんです。そしてその牧師の方は夜は十日町で、十日町というところで牧会しておられたので、朝は1時間半片道かけて六日町、夜は1時片道1時間かけて十日町という形で、週に1回丸々1日をこの礼拝に行くという形でいました。まあ、私も当時パワハラみたいに遭ってたので、それにすがるところがそこしかなかったってもありますし、次男の不登校というのも許されて、もう、牧師に頼っていたんでしょうね。その後今度は牧師が四日市に突然帰られることになって、私たちはもう頼るところがなくなってしまったんですね。で牧師が帰られるにあたって私が副牧師になることになりました。でしばらく副牧師でいましたけれども、不登校の具合もひどくなってきて、家内がどうしてもその教会に入れなくなってしまったんですね。で出ることになりました。で祈ってもらったんですね。どこでもいいから祈れる場所を与えてくださいって。そしたら柏崎の教会の牧師として立たせていただくことになったんです。で牧師を始めたわけですけれども、まあ、そこには、国立療養所みたいなのがあって、筋ジストロフィーの男の人がすぐ来られたり、毎週祈りに行くことありましたし、家族で教会に来られる方いましたし、まあ、原発があるので原発に短期的に働きに来られる方とか、いろんな人が来られました。でまあその牧会始めてすぐの頃ですね、中越地震が起こったんです。でそれは私たちがいつも通っていた道のところがですね崩壊して、そこで亡くなった方もいるんですね。だから、あ、まあ、場合によっては私たちがその地震で命を落としていたかもしれないので、あ、神様が助けてくださったんだなって思いました。そして今私は牧師をしているわけですけれども、まあ、いろんなところで本当に、全くふさわしくないものなんですけれども、神様の計画はすごいなって。であの時四日市で声をかけてくださった方をまだ未だに思い出します。でまあ私を救ってくださった四日市の牧師に
あの時の女の人って牧師ですかって言ったのがそうじゃないみたいなんですね。年齢的に違うみたいなんですけど、不思議な形で導いてくださっていました。今日はそんな話をさせていただきました。